今日はメイク配信をしようと思いやってまいりました。曇ってるのに暑いよね今日。だからじゃあちょっと、そうメールではお伝えしたんですけど、そうです、なんで今日私がこんな服を着ているのか説明したいと思います。でも迷ってるの、なんかもう一個あるんだよね。え、なにこれ、なに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 、大丈夫、なにミラーボールって、なに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 、え、これ間違えてる日なの。え、なんかねアップデートしたんだよ。アップデートして、え、何これ、アップデートして、なんていうの、あ、あ、危ない、アップデートして、なんか変わったんだよね。こ、何これ、新しいやつ、え、どういうこと、どういうこと、え、何これえ、何すればいいなの、何、なんか、なんかした方がいいです、え、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ハート、ありがとう。シロさんとイナシかな。ありがとう。シロさんとイナシありがとう。なんかちゃんと言えないんですけど、ちょっと訳があって。ごめんなさい。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ね、今日、いや1000人行ったら説明しますね。ありがとね、本当に2人とも。もう暑くてね、エアコンつけちゃった。チョコ食べてる、今日はチョコ食べたい気分だった。顔赤い？本当？暑いからかな。今980人、あと20人。チョコ買うのを我慢したのに食べちゃった今の。初見ありがとうね、来てくれて。暑っ、本当に暑いね、本当今日暑い。来たよ、だってありがとう。仕事中？お疲れ様です、頑張ってね、お仕事。今日土曜日なのに。そっか、あるとこはあるよね、そりゃ。お、では今日説明したいと思います。今日はですね、ちょっと迷ってるの、どっちにしようかね。量産型メイクっていうメイクと、あと地雷メイクっていうのがあるんですね。どっちがいいですか皆さん、どっちがいい。なんか量産型メイクっていうのは簡単に言うと、なんか女の子みたいな、ザ女の子みたいな感じのメイクなんですよ。なんて言うんだろう、女の子代表みたいな感じの、なんかもう
可愛い可愛い感じです。で、地雷メイクっていうのはなんか闇メイクに近いようなメイクです。どっちがいい？じゃあアンケート取るね。どうやってやるんだっけ。あ、投票だ。1が量産型で、2が地雷メイクです。では投票開始。今の1なんて言った？1が1なんて言ったっけ。今の1なんて言ったっけ、忘れちゃった。1が量産か。1が量産型メイクです。1が量産型メイク、2が地雷メイクです。で、そう、今日量産やろうと思って、本当は量産をやろうと思って、そう、ひなのの可愛い服とか持ってないから、そう、ひなのの中で一番ちょっと可愛らしい服かなっていうので選んできました。じゃあ、あと10秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、投票終了。1です。1、あ、でもすごい近い。 50.9 と 49.1。 やば0.1% 違い、 0.1% 違いだった。すごいね。でも量産型メイクをじゃあ先にして、じゃあまた今度地雷メイクしようと思います。すごいね。じゃあ量産、今日は量産型メイク、よかった、これ着といて。でも地雷メイクなんてさ、そんな服持ってないな。じゃあまず量産型メイクを調べたいと思います。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。量産型メイク、そう、調べるとこからなんですよね。見たんですけど、その YouTuber さんとかもみんなやってて、そうだから、見てたんですけど、で、今日は今普段メイクをしました。普段とどれだけ違うかをちょっと比べたくてって感じです。わかります？そう、今はひなの型メイク、何で調べたら出てくるんだろうな。どうやったら出てくるんだ。ちょっと待ってね。なんかいろんなのがあるんだよね、実際。まずは、あえての量産型女子が最強にモテる説、アイテムで可愛くなれる方法を教えます。これにしようかな。じゃあ、どうすればいいんだ。まろやかなピンクブラウンをメインで使って目元を演出。ちょっと説明難しいな、ちょっと待ってねちょっと待ってね。どうやったら分かるんだ。メイク、どうやったら出てくるんでしょうか。なんかピンク系みたいな感じっぽいだけど、キミちゃんはどっちかって言うとあれじゃないですか、
地雷メイクに近い気がするね。これでいいや。まずは肌を白くしたいですけど、まあでもベースから変えた方がいいかな。どう思う？どう思いますか？ちょっと前髪どう思う？じゃあちょっと待ってね聞かれても分かんない。そうだよねじゃあまず白くしたいので肌をファンデーションを濃くしたいと思います。ファンデーションを濃くしていきたいと思います。今のメイクは落とさないで、なんかどれぐらい変わるかなみたいな感じでやっていきたいと思います。髪止めるやつ持ってくればよかったな。まあ、いっか。ここをもっと白くしていきます。なんかこの部屋暗いんだよね、なんか。よし、まあこんなもんでいいでしょう。よろしいですか？前髪止めたいな。次はですね、ピンク系なのかな、アイシャドウは。まあアイシャドウは多分ピンク系だと思うので、ピンク系だと思うので、ピンクを塗っていこうと思います。でなんかキラキラだったんですよ、みんなの見たら。だからこのねピンクい、ここら辺とかピンクい系を塗っていきたいと思います。目にでもなんかピンクとか、私ブラウンしか塗らないんですよ、基本ブラウンとかしか塗らないから、涙袋も多分結構塗るんですよね、多分ひなのの予想だとね、涙袋も結構ピンク系にして塗ると思うんですよ。あ、待って、左右の塗る色間違えたかも一種あっちだからちょっと取りに行くのめんどくさいなって思いつつ、結構さ明るくなったよね。ピンク持ってないんだよね。なんかちょっとここに濃いピンク塗ってみよう。結構まあピンクならあるんだけど、ピンクな気がする。これはなんか塗りすぎじゃない？アイシャドウいいのかな、これで。どう思う？アイシャドウ塗りすぎじゃない？分かんないんだけど、本当にもうちょっと取った方がいい？どう、みんなティッシュ持っていきまーす。量産型って難しいね。めちゃめちゃむずい。めちゃめちゃ難しいんだけど、これでちょっとこすってなじませたいと思います。まあ、いっか、こんなもんで。はい、よいしょ、待って、ああ
んで量産型ってね、なんで量産型って言うんだろう、全然わかんないなのも。で多分涙袋とかこの膜も結構ピンクインだと思います。なのでこの目の下にもね濃いピンクを塗っていきます。ちょっと待ってね。合ってるこれ、なんか若干地雷メイクに近い気がする。あと地雷メイクはもっともう周りも真っ赤にするんだと思うんですよ多分ね、ひなのの予想だと。まぶたの真ん中と涙袋結構キラキリです。 OK ありがとう。まぶたの真ん中とまぶたの、あーなるほど、キラキラ、じゃあキラキラにします。今からこれでいいのかな、これ結構キラキラだと思うけどな。で目の下をキラキラにしていきます。涙袋、え、すごいすごいよこれは。あ、確かに水野愛理さんとかは割とあれですよ、可愛い女の子っていうメイクですよね。可愛いよね、それがすごい似合ってる、可愛い。どう、涙袋出てきた？どうだ、どうですか？こう目力が強くなった？強くなったかな？難しいね。いつも同じメイクしかしないからさ、難しい。その後にですね、アイラインは、ん？ちょっと待って。垂れ目に見えなきゃいけないんだって。垂れ目に見える？ひな、どう？垂れ目に見えます？全く？垂れ目にねしなきゃいけないんだって。ぽくでいいのか、だからもっとこれをこの下にヒュヒュヒュってやっちゃえばいいのかな。まあ、いっか、アイラインでするのでそこら辺は。あとねハイライトをなんか眉毛の下にも塗るんだって。ここら辺合ってんのかなこれ。ナナちゃんこんばんは、だってこんばんは。あとなんかここら辺にもちょっと塗るっぽい。こんばんは、6月もよろしくね、よろしくね。鼻にもテカテカさせて、ここら辺もよし、ツヤ感が出て、そしてですね、ん？アイラインはこれでもかってぐらい垂れ目に。白いアイシャドウで涙袋を塗った方がいいっぽい。から涙袋はもう本当にもうザ・涙袋みたいな感じにした方がいいのかな。じゃあど
そう、涙袋出てきた。どう？だからショールームだとね伝わんないんだよね。鏡だと結構ねしてるんだけど、わすごい、もうすごいよ、すごいよね。え、すごくない？もうちょっとピンク入れた方がいいのかな。え、すごい、もう涙袋が。まあいっか、すごっ。なんかメイクしてる感あるね。そしてアイラインをこれでもかってぐらい引きたいと思います。でも今のはアイラインが茶色しかないので茶色塗ってきます。いや、アイライン苦手なの本当に、引けないし。なんならこれって上まで引かなきゃダメかな。ちょっと調整してみるね。え、本当に苦手。下に引くってどうやって、これで合ってるのかな。え、これで合ってる？合ってるかな。どう？どう？垂れ目？え、なんか今のアイライン上手いの。上手くね？上手いね。いいじゃん。どう、まだ足りない？結構引いたくない？もっと？もっと、これぐらいでいいよね多分。でアイラインはこれぐらいポイントで、うん、青の部分ピンクの、へえ、引いた感あるよね。だってこっちよりこっちの方がなんか目感すごくない？こっちも引いてきます。同じ風に引けないんだ。ひなの見える？ほら、ヘタッピ。ヘタッピになっちゃった。てか、なんか出なくなっちゃったアイラインが急に。どう？ついてる？前髪がおかしいんだよね。ちょっと待ってね。アイラインってすごいね、変わるんだね、こんなにも。
んじゃないですか。こんなもんですね。はいはい。印象変わるよね。アイラインってすごい。アイラインにはまりそう。こんなに目大きくなるのってぐらい、なんか目力すごくない？すごくない？でなんか目頭と目尻のここら辺にめっちゃ赤くした方がいいらしいので、ちょっと追加したいと思います。目尻と目頭が赤い方がいいんだって。こんなもんかな。いいんじゃない。きついね。でちょっとマスカラもねギャンギャンにしていきたいと思います。今日下まつげ塗ってないんだ。しかもわっ、バッサバサになった。わあ、濃っ。濃いね。濃くない？チークって塗った方がいいかな。チーク塗ってくね。じゃあどう？リップもさ、ピンク系の方がいいのかな。あ、深いからちょっと薄いの塗ってちょっと抑えたいと思います。抑えれてないな、全然。こう、これで髪の毛を巻いていきたいと思います。ちょっと待ってね。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。え、濃いね。濃くない？すごくない？だってわかる？すごくない？で、そう、もう髪の毛もね巻き巻きにしていきたいと思います。やばいよね。すっごい。スクショタイムはじゃあもうちょっと経ってから巻いて完成したら設けますね。そう、いつも今日はメイク配信で今日は量産型メイクをしております。なのでいつもよりねメイクが濃い。よし、じゃあ巻いていきたいと思います。え、全部ミックス巻きの方がいいのかな。
量産型だとミックスにし、いつも私は外巻きしかしないんですけど、どう思う？ミックス巻きにしちゃおうかな。じゃあいいのかな。わかんない本当に。まあ、いっか。なんで量産型っていうのね。今のもわかんない。でもなんかそういうなんかアイドルとかが好きな女の子がのメイクみたいな感じらしいんですよ。でそれでそれが多分みんなするから、そのアイドルが好きな子が。みたいなことなんですかね。ひなののイメージっていうか今思ったことがいっぱいそのライブに来るからってことなのかなみたいな勝手な想像。待って、よいしょ、うん、待って、なんかこの姿勢きつい、めちゃめちゃきつい。今背中に響いてる。痛い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 。うう、これでいいのかな。そう、また今度じゃあ地雷メイクしますね。すごい半々に皆さんが投票してくれたので、本当にいつもと違うね、なんか顔が。余計な荷物に頼るのだ、歩き疲れた。すぐピエンって言いそうな顔してるピエン疲れます。アイロンにこだわりはないけど全然。でもひなのはこれはストレートと巻き髪が同時にっていうかこの一つでできるからおすすめです。なんかそういうなんか2個とかさ持ってるとストレートにしたい時とさストレートにしたくない日でさ、でもどっか旅行出かけるとかなった時にさ2個持ってかなくていいじゃんね。巻く時はひなのいつも120度とかで、巻かない日とかは普通に170度だ。巻く日は170だっけな、忘れちゃった。巻いてる時170度で巻かない日が120とかかな。アイロン髪痛むよ。だからそんなになんか必要ない人は本当巻く時だけとかにした方がいいと思う。全然やっぱり高熱で後つけるんでその分痛みますよね、髪の毛。そう、焦げる。どうなんだろうね、焦がしたことないもんなまだ。でもなんか動画とかであるじゃないですか、なんかジューってやって髪の毛抜けちゃうみたいな、そのまま髪の毛が溶けるんですよ。巻いてない髪、後ろやっちゃったかな。巻いてないか。やけどに気をつけてね。ありがとう。
そう、巻き巻きしていきます。あれ、今内巻きしたか、外巻きだ。次このでも巻いた後の髪の毛めっちゃ熱い、めちゃめちゃ熱いね。君なのに忘れたいのは僕だけか。ねえ、もう一度だけ。これ巻いてないかも、ないかも。もう夏だよね最近、ほんとずっと暑くない？でも最近までずっと扇風機で頑張って過ごしてたんですよ。だけど今日は暑すぎてつけちゃった。ブルーベリーナイツいいよね、ひなのも好き。ブルーベリーナイツ、これでいいのかな。でさらにここからちょっと足りないので、つい追い巻きしていきます。行かないで捨てないで、それがたって遅いのに、愛してまだ愛して欲しくて、なんてもバカだよな。ね、昨日扇風機出した？すごい耐えたね。今までずっと暑かったくない？私にも分かりません。ここは外巻きにしとこうかな。いいかな。こっちも巻いていきます。ゴージャスだね、いつもより巻きがすごい。ねえ、こんなに雰囲気変わる、ね、いつもと全然違うよね。量産型に慣れてるのかな、果たして私は。そしたらハーフツインをしていきます。ハーフツインのやり方わかんないんだよね。でもいいな、どうやってやるんだろう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。ハーフツイン、
ってただ結ぶだけかな。場所が分かんないんだよね。なんかここら辺後ろの方でツインするのかな、こういうのって。え、分かんない分かんないハーフツインってどうやってやるの。ハーフツインってどうやってやりますか。取るのかな。人生初ハーフツインなんて。あ、ここがこうなってこうなってここら辺でこうっぽい。え、こんなさ、ちょっと待ってね。からあ全部取っちゃうんだ。ここ、こうだ、合ってる、合ってんのかな。え、これで合ってんのかな。わかんないよ。もっと後ろの方どう思う。ここら辺、ここら辺かな、ここら辺。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、結構上なんだね。ここら辺、え、わかんないんだけど一回ここら辺で。結んじゃえ、結びます。ゴムどこ行った。持ってきたのに、ヘアゴムあった。ちょっと結んでみるね。後ろ目に結ぶといいよ。ありがとう、助かりますね本当に。こうやってアドバイスから。ここら辺、ここら辺一回結んでみるね。一回ちょっと待ってね。よいしょ、この辺でいいかな。こんなんでいいの。え、待って、見えないね待って、こんなに。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね待って、髪取れんくなったし。え、ハーフツインむず難しすぎるんだけど。ちょっと待ってね、みんな。どうやってやるんだろう。後ろすぎたんかな。ここら辺、これ量少ない。いや、こんなもんもうちょっと取った方がいい。取りすぎ。こんなもん、これでいいのかな。この方は結構上手だな、ハーフツインが。ツインってこんなに難しいんだね。こんなに難しいか。痛い、髪の毛100絡まりましたね、これ。痛いもんだって。え、もういいのって。なんでこんな結ぶのが下手くそなんだ。うー、痛い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 。よいしょ、腕疲れてきたちょっと待ってね。よいしょ、ここら辺か。もうちょっと後ろか。後ろすぎと見えないんで
こら辺で結んでみます。よいしょ、一回結んでみるね。よいしょ、あ、どう？できてる？できてますか？こんな感じ？もうちょっと前？どっち？こんな感じ？いけてる？よっしゃー。じゃあこっちもやるね。ちょっと待ってね。よいしょ。いけてる？なんか前のこの量は結構ね多いんだよね、どの写真を見ても。だから前はちょっと多くしときます。え、やばなんかやばくない？大丈夫かな両方やるとやばいね。大丈夫そう？両方やるとやばくない？ちょっと大丈夫？え、ザだね、もうザアイドルって感じだね、やっぱハーフツインって。よいしょ、待ってね。よいしょ、ここら辺でいっか。よいしょ、こいしょ、なんか緩くなっちゃった。あ、できた。できてる？え、これでいいのかな？できてる？できてます？ハーフツインになってんのかな？これ多いかな、量どう？てか今もともと髪の毛の量がねめちゃめちゃあるから高さ違う？許して、前髪巻いてこう。なんでもいい感じ。はい、高さ違う？こっち低い？なんかもうちょっと上だったかな。じゃーん、ハーフツインの完成です。ちょっと今前髪めちゃめちゃ長いからね、よいしょ、上手に巻けない。いかがです？これが私青海流の量産型メイクでした。やばいね、なんかすごいね、ひなのじゃないみたい。もうちょっと、よいしょ、こっちに流した方がいいかな。いかがですか？アイドルっぽいですか？で、服もねちゃんと量産型みたいな服着てきて、可愛いアイドルっぽいんじゃないでしょうか。
いかがですか。お、すごい。ズボンなんですよね、下は。下は見えないからいいかなと思って、こっちがでも異常に長かったな。これが長い、めちゃめちゃ。まあいっか、こうやってやっちゃえば分かんないしね。じゃあスクショタイム。待って、何がポーズなんかないかな。りょうさんが立ってどういうポーズですか。イエーイ。ピエン、ピエンってどういうポーズ。ピエン。指ハート。時間がもうアイドル。アイドルっぽいですか。ウィンクできないよ。あ、またなんかディスコ出てきた。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。タッキーありがとうね。そう、ごめんなさい、名前はちょっと呼べないんですけど、皆さんごめんなさい、ありがとうございます。本当に今日はりょうさん型メイクをしてみました。いかがですか。惚れてまう、惚れてください。じゃあよかった、ハーフツインした甲斐がありました。じゃあハーフツインした甲斐あってよかった。優勝嬉しい。まあこれをね、やる時が来るかといったらちょっと分かんないんですけど。でもね、こういう新しいね髪型をできるのって、こういう髪型とかね、やっぱできるのって女の子の特権でもあるし、やっぱアイドルの特権でもあるので、楽しみたいと思います。いろんな髪の毛、すごいね、ハーフツイン考えた人がすごい。はい、以上です。皆さんいかがでしたか。楽しんでいただけたでしょうか。新しい私を見てまた惚れ直したでしょうか。惚れ直しました。そう、貴重な私の、貴重な私の新しい挑戦でした。なのでね、また次は地雷メイクをねしたいと思いますのでね。地雷メイクの髪型って何なんだろうね。量産型と一緒なのかな、どうなんだろう。じゃあ後でね、写真に撮ってツイッターやね、モバメに送ろうと思いますので、皆さん、あ、地雷は巻かないの、そうなんだ。そうなのでね、皆さんぜひまた調べて勉強、私も勉強しておくので、皆さんもぜひね、興味があったら調べてみたりしてみてください。以上、ハーフツインのオミでした。
want you, I need you, I love you。頭の中そのままコンビニには行けません。さすがにさすがにちょっと外出れないかな。いや似合う子はいいんですよ。こういう髪型してても別になんとも思わないし、なのも別になんかいや普通にしてるなんて思わないし、全然やってる子いるじゃないですか。だから全然可愛いと思うんですけど、自分がやると自分がやると良くないですねこれ。自分がやるとね、まあ、でも可愛い服着てね、こういう髪型するときは出かけたいと思います。じゃあ皆さんありがとうございました。また遊びに来てください。バイバーイ。ありがとうね。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。ありがとう。以上、量産型でした。バイバーイ。